はい、どうも花見です。では本日もテニゴを続きやっていきます。前回もエンディングはアトベさんが出なかったので、これは終われませんなシステムが全然わかんないね、エンディングの。もうなんかあるんだろうね、誰と誰をストーリー見たらアトベさんが出るとかあるんでしょうけど、ごめん、ちょっとその法則がね見つからんなので本日もやっていきます。でね、俺様の輝かしい記憶その目に焼き付けな。はい。でね、ギャラリーのところでね、見てみて、結構たまったことないメモリアル CG、 これあれです、壁打ちゲームをですねするとスチルが4枚ずつ手に入るんですけど、まあ、淡々と録画してないとこでねやってたんですよ。まあまあたまってきたよね。でもまだまだですね、半分ぐらいか、半分もまだ行ってないかな。まだ空白がたくさん目立ちますけれども、まあ、こんな感じでですね、夜な夜なちょっとずつ壁打ちゲームやってるわけですよであとは今ボイスアトベ様オンリーに今してるんで、ここアトベ様しかちょっといないんですけどね。はい、では行きましょうか、初めから。いや、どうっす、ショータイムを始めるぜ。はい どうしたらいいんだろう。前回アトベ様をレベル6まで上げたんですよ。これですね、このタカさんのここ、これあって、でも当たんなかったんですよね、エンディングが。あれかな、まずエンディングがアトベさん誰とエンディングなのかっていうところをちょっと絞り出していかないかんのかな。手塚はもうあれでしょ、メガネで出たし、富士先輩も出たし、タカさんも出たし、あ、キテさん、キテさん、あ、ごめん白石まだでしょ、でアトベさんもまだで、雪村くんもまだ、多分ここら辺一緒セットなんじゃないかな。だからアトベさんを見つつも雪村くんも見なきゃいけないとか、多分そういう感じ。いや、ここら辺もやってないんですよね。あ、ジロちゃんとかね、大鳥くんとかあえてやるっていう、あえてやって、なんかエンディングが誰とセットなのか全然わかんない。うわ、おいおいおい、これめちゃくちゃええやんか高校生、え、待って、高校生のエンディング超楽しそう。エンディング、いや、エンディングにつながるかわかんないけど、レベル上がるもんな。うわ、見た見た見たすぎ。いや、どうする、高校生行くか、浮気するかいや、エンディングにね、これどこレベル上げてエンディングに、アトベさんのエンディングにつながるかっていうのはマジわかんないから、まあ、見たいとこ見てった方がいいのかなとは思いますね。見よっか、高校生、高校生見ましょう。ロッカールームでけえ、コーチから聞きましたか、明日のことでけえっつっちゃったやっぱでかいな、オチさん。コーチからスポーツマン狩りデラックスのことか。あ、そっか、高校生は後から乱入だったもんね、あのスポーツマンデラックスのあの風船、タカと風船、タン？タカにワシかに風船割られるのを防ぐゲームのやつ、あれ高校生ね、なんか後から乱入してきたもんね。ええ、私たち高校組も途中から参加しろとの指示です。うん、かわいそうに、中学生どもにとっちゃ俺たちは死神みたいなもんだろうに確かに、さして興味はない、やるべきことをやるだけだおじさんとの慎重さかわいいな。叩きのめす、叩きのめす、この程度で壊れるようなやつはここにいる価値はおかしら。平等院君は相変わらず厳しいですね。まあ、どうするかはおのおのの自由でしょうが。いや、参加しなきゃダメでしょ、参加するのは必須だけど、その後の中学生の対応をどうするかってことね。まだデータのない中学生たちを知る貴重な機会だ。いいデータが取れそうだし、俺は楽しみだよ。なんかさ、思ったんだけど、ごめんね、もう関係ない話なんだけど、アクト兄さんはおるやん、テニラビくんに、このゲームにもおるし、
あの何大和部長とか、あの中川内外道、外道お兄さんとか、なんかそれもね、その人たちもマジテニラビくんに出してほしいこういう動く CG っていうんですか、 2D っていうんですか、こういうのに彼らもマジでキャラクターとして存在させてほしいし、あとデュークデュークなぜ動かんみたいな、ボイスつけてみたいな思いますよ。なんかアニメでね、新天理の深夜にやってたアニメでデュークさんはちゃんと ボイスつきましたからね、今後ねテニラビくんが改良していくところで高校生がどんどんキャラクター増えるといいななんて思いました。アクト兄さん思ったら思い出しました。残るのが確実そうな3年の部長たちはぜひデータを取っておきたい。確実なんだ、アクト兄さんから見てもやっぱり部長たちは残りそうなんやな。好きにすればいい勝ち進めばいずれ俺たちの敵になるんだから、しっかり分析しないと。確かにね。さて、俺たち相手に生き残れるコアッパどもどのくらいいるか。コアッパ、ちょこうやって選ぶ一人もいない。何人かはいるだろう。何人かはいるやろ。いるよ。お、量が上がった。あ、ボイスなかったっけこれ勝負事はやってみなければわからないからな。ですな。それはそうだ。だからこそ常に全力で潰すもの。おかしらってやっぱかっこいいよね。おかしらなんかもう新手に読めば読むほど、新手にのことをなんか知れば知るほど、おかしらマジかっこいいっていう気持ちになってく。本当なんかどんどん好きってなってくその言葉を聞く限り番狂わせは起きないように思えるけれど、まあな、厳しいからおかしらは。興味深いデータが取れそうなことは確かみたいだもうデータのことしか考えてねえわ。うん、いいね、盛り上がってきた。ますます明日が楽しみになってきたよ。うん、コーチからの指示がなければ関わりたいと思えない。面倒だ。え、オチさんそうなの？関わりたくないんだ。お手並み拝見といきますか。楽しそうじゃん高校生余裕だな。あとリオがちゃんと日本代表としての仕事してるやんリオがさん仕事してないからな、大概のことすぐアメリカ代表に戻っちゃったから原作では。じゃあ2話目いきましょうか。あつきょおるやん。あつきょ、つきさんは明日どう動きます？どうとは？どうとは？ほら、ある程度誰狙いとか役割は分担とか決めておいた方がええんちゃいますか？そうなの？もう好き勝手やろうぜ。確かにそれはあるかもしれないね。そうなんだ。その方がいいデータが取れそうだ。いや、さすが、もう頭脳派は違うね。データはともかく、基本的に赤狙いか白狙いかくらいは決めておいた方がいいでしょう。そんなひいきしちゃう？いいんじゃない別にその場限りでその時に決めればいいんじゃない？それなら俺は赤だ。大量処刑がしたいからな全ての処刑法を試すつもりですか？相手は中学生、くれぐれもやりすぎないようお願いします。どういうことですか知るか、中学生なんて処刑のいい実験台だぜ。楽しそう。あつきょ、血の気の多いことだ本当ですね、あなたのチームメイトですよ。遠野さんは 1,2 年狙いか。そうなんだ、まあ、白がね、あの部長とか3年生を中心にしたチームで、赤の方が、あの、まあ、1,2 年生と3年生の一部って感じで、まあ、実力的に、テニスの実力的に見ても、まあ、白の方が大人で経験値もあるっていうチーム分けなんですね、このやつ赤は俺が遊ばせてもらうぜ。白の連中はお前らにくれてやる、好きにしなマジ治安悪いな。おい、ちょっと待って、白の子たちね、
色は関係ない。おーよい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 よ、何この白の子たち、このマジさ選択肢謎いよね。色は関係ない、色は関係ないって何、まあ、色は関係なくない、別に白の子たちねにする、上にしてみよっか。あ、上がりました。おめえも上がるんか。くれてやる言われても、白は部長クラスの3年やろ。そうそう、なかなか手ごわそうやで。いやもう最強クラス集まってるから白は。モンスターはみんな白やから。あ、この紅白戦、あの気になる方いたらテニラビくんで2周年アニバーサリーかな、セカンドアニバーサリーイベントっていうのがテニラビくんであって、それ丸々一緒なので、まあ、テニラビくん開いてぜひともそちら見てください。遠野さん、部長クラス相手の方がいろんなパターンが試せると思いますよ。瞬殺じゃ意味ないんじゃないですか。誘導すな。おゆお、揺らいでる揺らいでる。いいアプローチですね。白いけど。瞬殺大いに結構じゃねえか。コートが赤く染まるのが楽しみだぜ。瞬殺の方がいいんだ。遠野さんが 1,2 年生を引っかき回してくれた方がデータがたくさん取れそうだし、俺としては興味深いけどね。まあ、1,2 年生だからって言って弱いわけじゃないからね。めっちゃ強いし、龍馬くんだって赤色の方だから。それ、まあ、あと次期部長たちもねみんな赤に入ってますし、あと一部のほんと3年生は赤入ってるんで弱くはないんですよ。赤でもくれぐれも俺の邪魔をするなよな。一人でやんの。一人で行く。やれやれ、あまり暴れすぎて面倒を起こさないでくださいよ。治安悪いな。おいっす。お、りょうが、お、大曲さん入ってる。あ、ガシマモール、みんな明日について話してんだな。うう、話がこれだけなら俺はもう行くぜ。ずっとここで話してんの。別に会議室とかで話せばええやん。このロッカールームでずっと話してんだね。おい兄さん、どこへ行くよ。兄さん、まだミーティングは終わってないし。なんか誰も越前リョウガのことを名前で呼んでくれないね。小春ちゃんだけやない、リョウガのこと名前で呼んでくれんの。とにかく風船を割りゃいいんだろ。だよ、それだけ分かってりゃ十分だ。うん、まあ本当に本当にそれなんだよ。あつきょうが赤狙うとかそういうこと言っとるだけにやって、実質高校生も中学生の風船割りゃいい話やから。おいって言っちまったし。馴染めてねえな日本代表に。大将、あれほっといていいのか。いいんだよもう、無理だよあいつは。構わん、好きにさせておく。後のスペイン代表やから。まあ、あれは言って聞くような玉じゃなさそうやもんな。もうリョウガってさ一体何歳なんだろうね。いくつなんだろう、高3なのかも分かんないし、高校行ってるかどうかも不明だしね。いつかの、あの豪華客船で初めて、あの豪華客船で手塚が恐竜を滅ぼしたあの映画、あれで初めて龍馬が出たんですけど、あそこのファン、あそこに入ってる冊子には確か龍馬のなんか2歳上みたいなことが書いてあったと思うんですよ。だからね、まああの設定がそのまま今生かされてるかは分かんないですけどね、高3じゃないような気もするなとは私は思いますね。態度は気に入らねえが、中学生の相手なら俺らだけで十分だし。油断して足元救われるな。お頭油断しないからね。言われなくても分かってるし。いいな、マジ高校生っていいな。なら明日は存分に遊んでやる。なんでデュークがいないんですか。どうしてデュークがいないんですか、ここに。で、リュウジは赤白どっちがええとかあるんか。どっちでもよくない、そういうこと関係あんの。え、聞き返す。おう、し、白にしとくか、リュウジ。リュウジも白にしとくか、強そうな白で。
お、上がりました。俺は白だな。3年なら少しは歯ごたえあるやつもいるだろう。今来るよ、白やべえから、モンスターやから。ああ、確かにな、楽しそうやわ。まあ確かにね。でもなんか本当に新手に読んで思うのが、高校生って本当に強いなっていうのが、中学生でそれこそ白クラスの中学生 VS 高校生やるって、やっぱ高校生強いもん。せっかく俺たちが出張っていくんだ、少しは楽しませてもらえないとな。でか楽しませろし。なんやかんや言ってワクワクしてるやん、ね、自分たちが身の丈に合わない場違いなところにいるってことを中学生どもに思い知らせてやるし。マジギャルだし。おお、怖っ。種子島、お前もたまには本気を見せていいんだ。うわー、ガシマはやっぱいつも本気じゃねえって分かってんだな、おかしら。見せてもええのか？ちゃーい、考えとくわ。マジおかしらさ、こんなキャラ濃いやつらよう束ねとるなって思うわ。食えねえやつだぜ。おかしらがすげえ。おかしらマジでよう束ねとるわ、こんなキャラ濃い人たちを。お、紅白対抗戦になりました。これはそのさっき言ってたテニラビくんのセカンドアニバーサリーのイベント丸々一緒なので、まあまだ見てない人とか、読み返せてたり、読み返せたりとか、なんだっけ、ストーリーキーだっけ、なんかああいうアイテム使えば過去のストーリーも読めたりとかするので、まあよかったらテニラビくんで見てみてください。じゃあここはね、私あの端折りますんで、そこまで飛んでいきます。はい、じゃあ後日談の1日目の朝に飛んできました。だいぶ違うね、人々が。違くない？一緒なんか、いや分かんない、もう何が少し前の記憶すらも消えてるから。そして誰を言ったら跡部さんのエンディングに行けるのかっていうのをちょっと考えなきゃいけないよね。誰と一緒だと思う？視点が多いな。すっごい視点が多いな。いやー、この日吉はね、呼びましたから、あのモーニング走り、氷堤すぐに集まって朝みんなで走ろうぜって言ってたストーリーですね。これは阿久津か、阿久津もいいな。わー、いいね、大曲龍二。大曲龍二でも行く？あ、でももうエンディング出したな、大曲龍二ありの、あれ山賊のやつ、あれ 大曲龍二おったやら、おらんかった人や、今までやってない人やってった方がいいんかなとは思うね。これでもやるか、剣矢なんか全員おるし。え、剣矢まだよね、剣矢まだやな、剣矢やるか。じゃあちょっとですね、まあ本当一部のキャラクターのみをやってるので配信でね、なのでまあちょっとごめん、ちょっと待って、その前に向上心レベル見せて。ワトベさん3か、もう3やったやんかみたいな、1か2か4か5が欲しかったんやけど、無駄に上げちゃったな。ちょっとエンディングまでね飛ばしていこうかな。あと高校生とか面白いのあったらやっていこうかなって思いますね。じゃあちょっとエンディングまで飛ばしていきたいと思います。はい、すいません、今後日談1日目のお昼なんですけども、ちょっとね、カバジ君の面白そうだなって思ってカメラ回しました。高校生までやるかエンディングまで行くみたいなこと言ったけど、ちょっとさ、やっぱ面白い人、まあ跡部さんが出てたりとかしてたらやっぱね、みんなで見ていきたいですよね。カバジ宗弘レベル1の1番目見ましょうか。協定全員やから、うん、絶対おもろいやん、協定すぐ集まるからな。チョコの菓子についてるマーク？ん？そうそう、
ついてるウサイヌマークを集めると当たるんだぜ。へえ。丸井くんと今一緒に集めててさ。そうなんだ、かわいいな。当たるって何がだ。うん、ウサイヌのマスコット人形だよ。ウサイヌ知ってるわ、トベさん知ってるかな、こんなに話してるもんな、みんなが。なんや、そんな欲しいんか。限定なのかな。くれるって言うんだから欲しいだろう。ウサイヌかわいいしな、まあ、あとね、お菓子たくさん食べるからついでに集めようみたいになるかもね。ウサイヌっていうのは確か真田が好きなんじゃなかったか。やべえな、真田と取り合いなんとちゃう。うし、真田さん意外と可愛いものが好きらしいですよね真田噂になってるぞ。あの顔でウサイヌ想像つかへんわ人の趣味に難癖つけるもんじゃねえよ。好きは好きでいいじゃねえかマジ最高、アトベさん本当にね、本当にそうよ、人の好みはそれぞれですからね。ウサイヌのぬいぐるみを抱えた真田さんに夜道で会ったら確かに合わねえだろ、東京と神奈川なんだから遠いだろ。真田だってぬいぐるみ大体夜道歩いちゃいねえだろ。いや分からんよ、そういうの、なんかすげえポップアップショップとかさ、そういうところですげえでっけえぬいぐるみ、もうカバンに入らんぐらいのぬいぐるみだったらもう抱えて帰らざるえんよな会いたいな、そんな真田に。当たるかな、当たったら嬉しいよな、ね、ちょっとここは一丁一回評定全員で買いましょうよ、そのお菓子を。マスコットなんて当ててどうするんだ。え、取り合いにならん、その丸井くんと集めとるって言っとったらさ、ジロちゃんとどっちがもらうん。え、飾っとくかな。ね、飾るってどこに。部屋どこ。普通どうやって飾るもんなんだろう。いや置いとくやない、棚の上とかソファの上。そういう小物って後で困るよな。人形とかぬいぐるみなんて下手に捨てられないから余計。いやわかるわかる、ぬいぐるみって絶対捨てれん。そういえば真田も合宿中にもらったマスコットがあるとかでどう飾るか悩んでたな。どう飾るか悩むもんなん、ただ置いときゃええやん。たくさん持ってる真田さんでも困ってるんですね。たくさん持ってんだどうしたどうしたどうした、カバジ。そうだな、どうやって飾ったらいいんだろう。どうしたんだよカバジ。椅子を。椅子？ん、カバちゃんなんて。カバちゃんなんて。椅子作ればいいっす。ギャグなんや、ダジャレかギャグダジャレ。え、違う私も突っ込んじゃうな、これは。え、今 なんて椅子を作ってそこにマスコットを飾ればいいってことか。え、なんでベッドの上とか置いちゃかんの。床とか机あるやん、あなたたちのお部屋とかに。それいかんの。うし、わざわざその椅子を作るん。なるほど、それいいかもな。それいいけど、え、わざわざ作るん椅子な、椅子ちょっと探してみるか。探せ、作るんじゃないの。カバちゃん、あんがとね。え、うっす、作ってあげるんか、うん、あ、作ってあげるんか、まさかまさかまさか。カバちゃん表定楽しい。アートベさんだ。アートベさんはもう見たんだよ、これレベル3の1話な、これ見たんだ。あとはおいおい、これ多分2話目とか3話目だから見れないんですよね。3話目だもんね。じゃあ、おー、クラウザーもいるし。じゃあちょっと、マトベさんはこれは見ちゃんで、まあ、今回は見ないですけど、またあのカバちゃんの話になったら見ようかなって感じですね。で、まああとですね、ちょっとお時間多分いいとこなんで、今日はこれで終わりたいと思います。また、マトベさんのエンディングに今回こそなるように皆さんどうぞ一緒に祈ってくださいまあやり方あるんだろうね、多分そういう法則とかさ、エンディング、アトベさんエンディングとか。手塚はもうあの君島さんのエンディングで出てるんで関係ないですけど、13人ずつ分けられてるっぽいんで、だから多分法則がきっとあるんでしょうけど、まあ法則まだ分かってないです
なので今回どうぞ一緒に祈ってください。アトベさんのエンディングが出ますように。はい、じゃあ今日もご視聴ありがとうございました。